こんにちは、YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は科学的にイライラ怒りを手放す神子育てについて解説していきます。子育ての悩みは多いです。子供の将来が不安、子供にイライラするなどたくさんの悩みがあります。神子育てのルールを理解して実践することで悩みから解放されます。この動画では幸せの4つの要素、幸せな親が最も優先していること、言葉は考える以上に重要、子育てとは子供の記憶作り、子供が幸せになる4つのアクション、夫婦関係が良くなるプレゼント、それぞれ解説していきます。子供は親を手本にします。真似をします。親が幸せにならないと子供も幸せにならないです。では幸せとは何なのか。幸せは4つの要素からできています。1つ目はやってみようと思う気持ちがあるかどうかです。つまりチャレンジしているかどうかです。親がチャレンジしていたら幸せになることができます。チャレンジしていない親は幸せになることができないです。同じことの繰り返しをしている人はつまらなくて幸せにはなれないです。あなたが幸せになるには新しい挑戦をすることです。2つ目はありがとうの気持ちです。感謝があるかどうかです。周りの人に感謝するとその人自身が幸せになることが科学的に分かっています。家族や周りの人にありがとうって言ってください。それだけであなたは幸せになります。子供にたくさんありがとうを言ってください。子供が親の言うことを聞いてくれます。3つ目はなんとかなると思う気持ちを持つことです。物事をポジティブに見れる人の方が幸せになります。ポジティブに物事を見てください。ピンチでもなんとかなると思ってください。親は子供のことがいつでも心配です。そんな生き物です。でも安心してください。仮に受験で失敗しても幸せに生きる方法はいくらでもあります。人生はなんとかなります。なんとかなるを口癖にしてください。幸せになることができます。4つ目は他人の目を気にしないことです。やりたいことを気にせずにできる人は幸せです。そのためには人と比べないことです。人と比べる人は幸せになれないです。自分は自分、他人は他人です。ありのまま生きる人は幸せになります。あなたが幸せになるためにやってみようと思う、挑戦すること、ありがとうの気持ちを持つ、感謝の心を持つこと、なんとかなる、楽観的に考えること、ありのままに生きる、人と比べないことです。続いて、いつまでも幸せな親が最も優先すること、幸せは2つあります。長続きする幸せと長続きしない幸せです。あなたに理解してほしいのが、小さいと非小さいです。小さいとはお金、大きい家、車、宝石などのものや〇〇大学卒業などの肩書きのことです。人との比較で満足を得られる財のことです。小さいの幸せは長続きしないことが分かっています。一方、非小さいは家族との時間、自由とか健康、愛情などです。人との比較がなくても幸せを得られるものです。これらの幸せは長続きします。僕たちはお金や地位といった分かりやすい小さいの方を選んでしまいがちです。例えばお金持ちの男性と性格はいいけどお金はない男性、どちらがいいですか？そう言われたらお金持ちの方を選んでしまいがちです。あなたには長続きする健康、愛情などの非知財を大切にしてほしいです。続いて言葉は考える以上に重要です。子育てだけでなくイライラすることってないですか？そんな時こう言っていないですか？ムカつく、バカじゃないの、いい加減にして、早くして、こういった言葉を言ってしまうとマイナスの感情が2倍になるようです。絶対に言わない方がいいです。今後あなたが嫌なことを言われてイライラしたらそんな言葉を言うのではなくて、ありがとうって心の中で言ってください。あらかじめイライラしたらこういう風に言うセルフトークを用意しておくといいです。まずは自分が子育てへ使ってしまうやめたい言葉を挙げてください。そしてその言葉をどんな言葉に言い換えられるか考えてください。早くしなさいではなく、今何する時間だっけ、こう言ってください。命令はやめてください。否定的な言葉もやめてください。子供が育たない言葉です。命令ではなくて疑問形でポジティブな言葉で聞いてください。言葉は非常に大切です。言葉が人生を作っています。マイナスの言葉ではなくてプラスの言葉を使うようにしてください。続いて子育てとは子供の記憶作り。いい記憶を作るにはどうしたらいいのか、シンプルに言います。褒めることです。子供にやってもらって嬉しいことがあったら最低でも3回褒めた方がいいです。3回褒められると子供は3回嬉しいです。例えば子供がいつも片付けないおもちゃをたまたま片付けたとしましょう。まずはこう褒めてください。すごいね。おもちゃがしまってないことをよく気づいたね。そしてご飯を食べている時も褒めてください。今日は〇〇ちゃんあれ片付けてくれたから部屋がすっきりしているね。そして最後に寝る前にもこう褒めてください。今日片付けてくれてママすごく嬉しかったよ。単にすごいというのではなくて、どこがすごかったのか、親はどんな気持ちになったのか、これを伝えるようにしてください。褒められた記憶を作ると子供も幸せに育ちます。続いて勝手に子供が幸せになる4つのアクション。子供が幸せになるには幸せホルモンであるオキシトシンが大切なキーワードです。オキシトシンの出し方は4つあります。1つ目、スキンシップ。スキンシップの機会を増やしてみてください。日常的にやることをお勧めします。肩や背中を叩いて頑張ってねと言ってあげてください。もし子供が小さいなら、ソニーの創業者の伊深勝さんがお勧めする8秒ハグをやってください。朝学校に送り出すとき、寝る前に8秒間ハグしてオキシトシンを出してあげてください。2つ目、心温まる映画を見ることです。幸せなものを見たときもオキシトシンは分泌されます。絵本でも OK です。3つ目、動物と触れ合う。動物とのスキンシップも人間と同じです。動物に触れることでオキシトシンが出ることが分かっています。4つ目、人に親切をする。親切なことをするとオキシトシンが出ます。母親が親切なことをすると、それを見ている子供にもオキシトシンが出ることが分かっています。最後は夫婦関係が良くなるプレゼント。いきなりですけど、今日プレゼントを買いに行ってください。高くなくていいです。高くても5000円までです。何でもない日にプレゼントするのがポイントです。狙いは3つあります。1つ目、何でもない日にプレゼントをもらったという記憶を作ることです。何でもない日にプレゼントをもらうことってなかなかないです。そのため渡すことで相手に強い記憶を残すことができます。2つ目、何でもない日にプレゼントをもらったという幸せな経験が幸福度を上げるからです。3つ目、今までやらなかったことをやるといった新しい関係性づくり。結婚したこと自体の幸せはわずか 2,3 年しか続かない、そう言われています。ときめきがなくなると幸福度は減少していきます。そのため日常生活の中にいつもと違うこと、今までやっていないことを差し込む必要があります。脳に刺激を与えてワクワク感、ドキドキ感を増やして幸福度をアップしてみてください。今すぐプレゼントを買いに行くことをお勧めします。それではまとめいきます。毎日同じことの繰り返しは不幸になります。幸せは4つの要素からできています。1つ目、やってみようと思う気持ち、チャレンジです。何かに挑戦しているかどうかです。2つ目はありがとうの気持ちがあるかどうか、感謝する心があるかどうかです。3つ目はなんとかなると思う気持ちを持っているかどうか。物事をポジティブに見れる人は幸せになることができます。4つ目は他人の目を気にしないことです。人と比べないことです。幸せの4つの要素を必ず満たすようにしてください。続いて、いつまでも幸せな親が最も優先すること。幸せには長続きしない小さいと長続きする非知財があります。知財とはお金とか大きい家などのものや部長になったとか〇〇大学卒業といった肩書きなどです。人との比較で満足を得られる財です。一方、非知財とは家族との時間、自由とか健康とか愛情などです。こちらは幸せが長続きします。長続きする健康、愛情などの非知財を大切にしてほしいと思います。続いて、言葉は考える以上に大事です。ムカつく、バカじゃないの、いい加減にして、早くしてなどのマイナスの言葉は使わないでください。マイナスの感情が2倍になります。まだやってないのではなくて何ができたかな、ネガティブではなくてポジティブな言葉を使うようにしてください。続いて、子育てとは子供の記憶づくりです。子供にやってもらって嬉しいことがあったら最低でも3回褒めるようにしてください。3回褒めると子供は3回嬉しいです。続いて、勝手に子供が幸せになる4つのアクション。スキンシップをする、心温まる映画を見る、動物と触れ合う、人に親切をする、この4つをぜひやってみてください。最後は夫婦関係が良くなるプレゼント。今日プレゼントを買ってください。狙いは3つです。何でもない日にプレゼントをもらったという記憶を作るため、何でもない日にプレゼントをもらったという幸せな経験が幸福度を上げるため、今までやらなかったことをやるといった新しい関係性づくりのためです。今日学んだことを1個ずつやってみてください。必ず効果があります。夫婦関係が良くなって家族関係が良くなります。親が幸せにならないと子供も幸せにならないです。まずは親が幸せになって子供が真似をする、そんな家族を目指してみてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。